今日はみんなにコギャル始まってからの思い出の写真何枚かこう選んできてもらったと思うので、それを思い出のお話とともに発表してもらいたいと思います。はい、じゃあ早速リオから紹介していきます。1枚目はじゃじゃん、コギャルの最初の撮影の時なんですけど、小学生ギャルのエッグの企画で会ったことあるのに久しぶりに会って、みんな緊張して一言も喋らず撮影待ってたから思い出、確かにあっていう感じです。あれか、あれ潜在写真撮った時とかだよね。そう、あ、そうです、そうです。で、楽しかったね。2枚目が PGC ティーンです。夢のようなコギャルっていうステージで歩けたし、しかも今まではファンサをしてもらう側だったのに、今はファンサをする側になってザ・モデルになれたなっていういい思い出だったので、2枚目は TGC ティーンの写真を選びました。かわいい。じゃあただ1枚目はこれです。一番最初の表紙撮影の裏側でドキドキとワクワクがいっぱいだった撮影だったのが思い出です。2枚目は10月号の表紙撮影の、リララのね、ハロウィンので大好きなリオちゃんと表紙できたことが思い出です。じゃあマブです。はい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 、次のあの紹介します。これ、表紙、なんで選んだの？コギャルの一人でピン表紙でやって、それで嬉しかったです。あとみんなちゃんがシャボン玉買ってきてくれました。2枚目、これ TGC、ああいいですね、やっぱり、みんなで5人で TGC が出れて嬉しかったです。イエーイ。あ、ちょ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 、次誰よ。ゆうちの思い出の写真はコギャルで浅草に行った時です。おー、いいね、楽しかったよね。初めてのコギャルで遠足行ったので、美味しいものを食べ歩きしたり、初めての人力車に乗れて楽しかったです。確かに、はい、しかもさ、いろんなさ海外の方と話せたから嬉しかった。確かに、めちゃくちゃ話しかけられたよね。なんかやばかった、歩きなかった無重症になってる。ありがとうございます。2枚目はやっぱり TGC ティーン。おー、いいね、嬉しい、ちゃんと私が乗ってる写真選んでくれてる当たり前ですよ。そうだよ、ずっと憧れてた TGC ティーンに出れたので、緊張がこんくらいで、嬉しいのがこんくらいで、楽しいのがこんくらいでした。おー、でも楽しい、よかった、でもよかった、ね、また出たいね。はい、最後の思い出はこの TGC です。おー、緊張したけど、めちゃめちゃ有名な TGC の舞台に歩けて緊張したけど楽しかったし嬉しかったからです。2枚目は浅草です。浅草はいろんな食べ物とか金魚すくいとかいろいろ遊べたり楽しかったし、美味しかった、楽しかった楽しすぎちゃったよねこの4月からさ、コギャル始まってさ、今12月ですけど、まあまあいろいろ経験できたよね。4月立ち上がりました、コギャルで。5月はナギがオーディションでした。で、6月はナギ新加入と、あと夏ラブの MV も出ましたよね、みんなで。はい、楽しかった、楽しかったよね。8月は、8月は YouTube と TikTok か、うん、まあ、リールだね、撮りまくって、でも9月が浅草じゃない？あ、確かに、そうだよね。で、10月がギュララ表紙で、11月が TGC ティーンと、12月が MV、ミュージックビデオ、そう、公開。結構駆け抜けましたね、はい、9ヶ月間で1年も経たずでここまで来れました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげです。ファンの皆さん、ありがとうございます。じゃあ、そんな今イケイケな皆さんの来年の目標をちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、いいですか、発表していただいて。じゃあ、リアからお願いします。リアは個人の抱負とコギャルの抱負があって、個人の抱負はミュージックビデオを出してコメント欄でリアちゃん英語の発音上手とか嬉しいコメントめっちゃもらったので、歌もそうだし、海外の方とコミュニケーションをもっと取れるように英語を頑張りたいのが一つ目で、二つ目が最近リア DJ 始めたんですけど、小学生ギャルで DJ やってる子いないじゃないですか。だからリュアが小学生ギャルの DJ 代表みたいになっていろんなところで回したいなっていうのが一つ個人の抱負で、コギャルの抱負は TGCT に出てコギャルのステージで乗り寄ってるえ、なんでずっと笑ってんだろうなは思ってたよ。この二人でコミュニケーションね、目でね、目でコミュニケーション取ったね。 TGCT でなになに TGCT でコギャルっていうステージでランウェイを歩
けど、来年はブランドの例えばアナプとかそういうブランドのステージで歩いたりしたいっていうのと、うんうん、知名度を上げていくためにも、この前エッグモデルさんがドッキリグランプリ出てたから、でめっちゃ盛り上がってたから、こげるもドッキリグランプリに出て知名度を爆上げしていきたいなっていうのがピュアの抱負でーす。でもやっぱさ、テレビ出たいよね、みんなでね。出たい。来年の目標はピン表紙をすることと人見知りをなくすことです。おお。コギャルの目標はブランドで TGCT に出ると、うん、もう一回曲を出したい。おお、いいですね。イエーイ。もう曲は出したいよね、本当に。出したい、うん、どんどん出していきましょう。おーおー。そう、最初キリプちゃんのなんかメイクの時は喋ってなかったけど、コギャル入ってからはみんなと仲良くなって喋れるようになりました。だから来年ももっと喋れるようにだからね。来年ももっと喋れるようになりたいです。いいじゃん。でもいい目標じゃない。またコギャルで TGCT に出たいのと、テレビにも出たいし、もっとコギャルで活躍できるようになりたいです。あとトークも上手になりたいです。おー、いいですね。じゃあ最後、ナギ。今でもファンの皆さんに応援してもらってるんですけど、もっと皆さんにコギャルを知ってもらえるように頑張りたいのと、ナギ自体はもっと笑顔で緊張せず喋れるように頑張りたいです。おでもみんなさ、今もう緊張とかあんまりない？ないコロナ禍だったらないけど、でも確かに5人揃ってるとね、みんなよく喋るしね。うるさい。確かにうるさいはわかる。でも元気いっぱいな証拠じゃない？うん、いい意味ではしゃいでない。ララもさ、最初全然人見知りで喋れなかったけどさ、今こうやってさ、ガン見されたりとかさなんかみんなと仲良くなれてすごい良かったなって思う。素敵ね。はい、ありがとうございます。バイバーイ。いや、まだですまだです。え、なに？みんなさ、他の子のさ、思い出とかさ、来年の目標って聞いてみてどうでした？ニコちゃん収まりきれない。あ、本当にいろんな思い出がありすぎて全部。じゃあ来年も皆さんで頑張っていきましょう。はー、今年